えとこんばんばはお二人が好きな映画は何ですかわ映<画>僕は割と脚本家が面白い、頭のいい脚本の映画が好きで、密室、えー、系って言われるキューブだったりとか、潜水艦ものだったりとか、はい、あのセットが限られたところで会話をするだけで済むやつが好きです、はい、あれ、楽しかったな、密室系なのかななんか潜水艦から脱出するやつで一個、すげえ昔見た、オリンポスなんとかみたいな。 ポセイドンアドベンチャーあポセイドンアドベンチャーだはい昔のやつなんかかなり昔のやつですね、はい、なんか面白か小学五年生の時にその映画を見て映画って面白いんだって初めて思ったやつですねえー、いや俺もなんか深夜やってんの見てあ、うん、これなんかワクワクした記憶ありますね、うん、なんかネタバレしちゃうんですけどあの主人公と一緒にそのボブ客船の中をこう逃げ回って最後脱出しようとするじゃないですかで主人公の神父が死ぬじゃないですか<わ>神様に呪いの言葉をかけて 俺今なこれだ見てすげえあれあそうだったそうだったそうだった最後の方で自分以外を助けるために俺こんなに頑張ったのに俺死ぬの神様こんなひどいことするのって言いながら主人公の神父が死んで他の人たちが助かるって映画じゃないですかはいそうだそれですそれですおお何かそれ見てあすいませんんかちょっと映像変わったんですけどそれ見てあ映画超面白いと思ってそこから僕映画好きになったんですよえやっぱあれはいい映画なんですね なんか意外いや僕がすかなけど、ええ、かんか伝わんなかったりするから、あんまり知られちゃう、そんな有名な映画じゃないですよ、ねえー。なんかあれ面白くあでも、ベタ、うん、にれバック・トゥ・ザ・フューチャーとか俺好きですよ。よくできてますよね、バック・トゥ・ザ・フューチャー。はい、なんか、バック・トゥ・ザ・フューチャーとターミネーター2がやっぱ好きですね。はいはいはい,はい、はい。何回も見ちゃいますね。バック・トゥ・ザ・フューチャー2とか3とか、あのなんかシリーズって続くとつまんなくなることが多いんですけど、ちゃんと面白いんですよね。はい、面白いですね。うん でタミネタもよりつうのが面白い3とかはマジで面白くないですけど、はまだ続いてますからね。<laughs> ああたまにやってますから、ね、もうシュワちゃんが毎回新作出るためにクソだっていうコメントだけして <laughs>、まだ新しいの出しますけど。も <laughs> ない